俺の名前は内村寛太。都内の和菓子メーカーで働く26歳。一人っ子だった俺に突然できた義姉は、美人だが冷徹な女社長で、家族として下請けにはなれないような女性だった。ある日、親に言われて彼女の家に出向いた俺は、意外すぎる姿を目撃する。その瞬間、俺の運命の歯車が回り出した。俺は就職後、実家を出て一人暮らしをしていた。実家には盆と正月に帰る程度だったし、母さんも俺を無理に呼び出したりはせず、時々米を送ってくれたり、遠くから見守ってくれていた。そんな状況で、突然実家に帰ってきてほしいと言われ、俺は不安に襲われた。小学生の頃に父さんを事故で亡くしてから、俺の家族は母さんだけだ。何かあったのかと心配になり、週末に慌てて帰省した。しかし、そこで俺が目にしたのは、全くもって予想外の出来事だった。こちらの花子さんが、今日からあなたの姉になるのよ。ニコニコと笑顔を浮かべ、母さんが紹介してきた女性に、俺は度肝を抜かれた。目の前にいる彼女もあんぐりと口を開けて俺を見ていた。社長？あなた営業課の内村さんよね。母さんに紹介されるまでもなく、俺たちは知り合いだった。少しウェーブした美しい黒髪と長く濃いまつげ、鼻が高くツンとした表情をしていて、きちっとしたスーツ姿がよく似合っている。彼女は俺の勤め先の社長である島崎花子さんだったのだ。母さん、ちょっと待って。姉？全然意味がわからないんだけど。私、再婚することにしたのよ。え？花子さんは旦那の連れ子さんよ。開いた口が塞がらないとはまさにこのことだ。その後、母さんの再婚相手で社長の父親である島崎さんもやってきて、俺と島崎社長はサプライズで親の再婚を知らされたのだった。俺としては母さんの再婚に文句はない。だが、島崎社長が俺の義姉になるというのは受け入れがたい話だ。彼女は俺よりも4つ年上で、今年30歳。高校までは地元にいたが、大学進学で上京した。彼女が大学時代に起業した和菓子メーカーは今ではそれなりの規模になっており、俺はその営業部に所属している。俺は入社1年目に取引先で失敗し、社長直々にお叱りをもらったことを思い出した。あなたが今回したことは会社の信用問題に関わることよ。二度とこんなことが起こらないように反省なさい。はい、本当に申し訳ありませんでした。謝るのは誰にでもできるわ。本当に反省しているのなら、今度の仕事で挽回してみせなさい。それができないなら、あなたの代わりを探すことになるわ。たった4歳上の女性とは思えないほど、彼女は威厳に満ちていた。俺は二度と同じミスをしないことと、損失を取り戻すために全力で働くことを誓い、冷や汗で全身びしょびしょになりながら社長室を出た。これ以外にも、彼女は普段から社員に厳しく、叱りはしても褒めはしない。人付き合いもろくにせず、飲み会やボーリングなどの交流会にも全く参加しない。仕事でもプライベートでも、冷淡な女性で名が通っていた。俺と社長は同郷だということは知っていたが、それを理由に彼女が俺に目をかけるということは一切ない。話題に上ることもなかったので、今の今までそのことを忘れていたくらいだ。そんな彼女が俺の義姉になるという。俺は戸惑いを隠せなかった。俺たちは4人で食事をし、夜は酒を飲みつつ話をした。父親の島崎さんは、冷淡な娘とは全く違う、優しくてユーモアのある性格をしていて、俺たちは酒も会話も弾んだ。
母さんと島崎社長も女同士で話していたが、社長の話し方は商談のように堅苦しく、家族に対する優しさが感じられない。俺は母さんが嫌な気持ちにならないかと常にハラハラした。幸いなことに母さんは頭がいい人の喋り方をするのねと気に入った様子だ。俺はほっとしたが、島崎社長のような冷たい人間と家族になるのは無理だなと思った。俺も彼女も一人暮らしで、それぞれ生計を立てている。親同士が再婚したところで一緒に暮らすわけでもないし、仲良くなる必要はない。そのことだけが救いだ。母さんたちは結婚式はせず、ひっそりと籍を入れ、地元で静かに第二の人生を歩み始めた。俺と彼女が義子弟になったことは会社では誰も知らない。それどころか当事者の俺たち自身も知らないような顔で過ごしていた。時々実家に呼ばれて仕方なく顔を合わせる以外にプライベートでの接点はない。親の再婚から半年が経過してもその状態が続いた。そんなある日、彼女は仕事を休んだ。風邪をひいたと聞いたが、季節の変わり目だからと思い深く考えなかった。だが次の日もその次の日も彼女は仕事に来なかった。何でも一度出勤してきたのだが、あまりにも熱がありフラフラしているので部長が説得して家に帰したという話だ。血が通ってなさそうな冷淡な社長も熱を出すことがあるのかと同僚たちは笑い話にしていたが、俺は少し心配だった。追い打ちをかけるように終業後すぐに母さんから電話がかかってきた。花子さんの具合が悪いって聞いたけど大丈夫なの？会社休んでるけど詳しくは知らない。風邪だって聞いたし大丈夫なんじゃないか？あなた、まさかお見舞いにも行ってないの？母さんは驚きと怒りが混じった声で言ってきた。俺も少しムキになって言い返した。大人なんだし、ただの風邪なんだから、そんなの別に必要ないだろ。ただの風邪だとしても3日も寝込んでるんでしょ？熱がひどくて自力で買い物も行けないみたいだし、ご飯も食べてないんじゃないかしら。あなた、近くに住んでるんだからお見舞いくらい行ってあげなさい。家族なんだから。母さんにそう言われてしまっては断れない。島崎社長の住所は知っていたので、俺は仕方なくスーパーで食べ物などを買い、彼女のマンションに向かった。玄関で呼び鈴を押しても反応がない。しばらく待っても出ないので帰ろうと思った矢先にドアが開いた。島崎社長。うわっ。俺は驚き思わず手を伸ばした。ドアを開けた瞬間、彼女が俺に倒れかかってきたからだ。幸いとっさに彼女を受け止めることができ大事には至らなかった。だが彼女の顔を見た俺はぎくりとした。内村さん、ごめんなさい、今立つわ。すごい熱じゃないですか。自力で立たなくていいですから、早く中に入りましょう。顔はゆでだこのように真っ赤で、支えた体は熱い。彼女はこんな時でも強気で自力で立って歩こうとしたが、それもできないほど具合が悪いようだ。俺は日頃感じている苦手意識を忘れ、彼女を抱えたまま急いで部屋に上がった。ベッドに座らせ、買ってきたスポーツドリンクを渡すと素直に飲んでくれる。ぐったりして横になる彼女に毛布をかけてやりながら、俺は思ったよりも動揺していた。嫌いな社長が苦しんでいる姿を見てこんなに心配になるのかと意外に思った。彼女が義子だからというよりもっと違う理由で気になる感じがしたが、その正体が何なのかはよくわからない。さらに意外な要素はまだあった。それは彼女の部屋の内装だ。テレビの前にはぬいぐるみがいくつも並んでおり、カーテンも絨毯もファンシーで可愛らしいデザインをしている。
普段の冷徹なイメージとはかけ離れた雰囲気に、俺はすっかり毒気を抜かれてしまった。仕事で問題があったのよね。何があったの？私が対処するわ。仕事じゃありません。心配だったから。母さんが心配してたので様子を見に来たんです。そう、仕事じゃないのね。そう言うと少しほっとしたような表情になった。こんな時でも仕事の心配をしているのは頼もしいが、今はそれどころじゃない。俺はスーパーで買ってきた食材を使い、お粥を作って食べさせた。聞けば朝からゼリーしか食べていなかったという。風邪と生理痛が合わさって起き上がるのにも困難だったようだ。俺はさらにコンビニに一走りし、使い捨てカイロを買った。その後キッチンの片付けなどをしてからベッドの方を見ると、彼女はすやすやと眠っていた。俺は起こさないようにそっと帰ろうと思ったが、部屋の鍵をどうすればいいか悩んだ。鍵はカバンかどこかに入っているらしく、すぐに見つけられる場所にはない。弱っている女性を部屋に残したまま鍵を開けっぱなしで立ち去るのは良くないだろう。考えた挙句、その夜は彼女の部屋で過ごすことに決めた。一度外に出て母さんに電話をし、彼女の様子を報告してから絨毯の上に横になった。俺もいろいろと混乱して疲れたのか、すぐに眠りに落ちてしまった。目が覚めた時は朝になっていて、慌てて飛び起きたが、今日が休日だったことを思い出してほっとした。ベッドの方を見ると彼女もちょうど目を開けたところで、飛び起きた俺に目を丸くしていた。誰？内村です。すみません、鍵の場所が分からなくて止まりました。どうして謝るの？予想外のことを聞かれて俺は驚いた。かなり顔色は良くなっており、ベッドから半身を起こすと俺を見つめた。そしてさらに衝撃的なことを言った。家族なんだから泊まって行ったっていいわ。当たり前のように言うと彼女は微笑んだ。いつもの冷淡な様子とは違う優しい笑顔。俺のこと家族って思ってくれてるんですか？当たり前じゃない。でも今までそんなこと一言も言わなかったじゃないですか。仕事中も冷たかったし。仕事とプライベートを分けるのは当たり前よ。とにかくあなたが来てくれて本当に助かったわ。ありがとう。そう言って笑う彼女の姿はとても愛らしく、俺は思わず見入ってしまった。ファンシーな部屋の様子といい、プライベートでの彼女はこんなに女性的な魅力を秘めていたのか。そう思うと俺は胸がときめいた。そしてその瞬間、突然腑に落ちた。昨日の夜、熱に苦しんでいる彼女がとても心配に思えたのは、彼女のことが一人の女性として気になっていたからかもしれない。その出来事があってから俺たちの関係は急速に変化していった。会社では相変わらず他人のような顔で過ごしていたし、彼女の仕事に対する厳しさも容赦なかったけれど、プライベートでは義姉弟としての仲を深め、下の名前で呼び合うように。プライベートでリラックスした花子は仕事中とは別人のようだった。以前母さんに対して商談みたいな話し方をしていたのは単に緊張していたからのようだ。今ではすっかり打ち解け、血のつながった親子のように笑い合うようになった。その朗らかな笑顔を見ると、花子は父親によく似て優しくユーモアを持った女性だと感じた。仕事中の冷淡な態度は社長としての責任を果たすために花子が作り上げた仮面だった。仮面の下を知っているのは会社の中では俺だけだ。同僚から誤解されていることについて聞くと、花子はこう言った。女というだけで甘く見られることもあるから、冷たいと思われるくらいがちょうどいいのよ。
本当に親しい人にだけ私を知ってもらえればそれでいいわ。その本当に親しい人の一員に俺も入れてもらっていると思うと嬉しかった。だがその反面、あと一歩足りないと感じる。花子は俺のことを義弟として扱っていた。親同士が結婚して義子弟になったと言っても、俺たちは大人になってから出会った。いきなり肉親と同じように扱うのは俺には無理だ。将来的には結婚して家族になるのはやぶさかではないが、それ以前に恋人関係になり男女の付き合いを始めたい。いろいろ考えた結果、俺は思い切って彼女に告白することにした。このまま待っていても彼女が俺を異性として意識するタイミングはないかもしれない。それなら自分から言い出した方がいいと思った。親の再婚からすでに2年が経っていた。俺は平日の夜に花子と食事の約束をし、仕事が終わると一緒にレストランに向かった。緊張して料理の味はあまり覚えていない。そわそわしている俺を見て花子も落ち着かない様子に見えた。食後にコーヒーを飲みながら俺は意を決して切り出した。実は私ね。俺たちは同時に口を開き顔を見合わせた。カンタの話を先に聞きたいわと花子が言ってくれたので、俺は咳払いをし気を取り直して告白した。実は俺、花子のことが好きなんだ。家族としてじゃなくて一人の女性として付き合いたいと思ってる。俺がそう言うと花子は少し悲しそうな顔になった。花子も話があると分かった時、俺は心の片隅で彼女も告白するんじゃないかと期待していた。だが告げられたのは予想外の言葉だった。私しばらく戻ってこないと思うの。え？商品の販路を開拓しようと思ってるの。全国規模で展開できるように私が自分で営業に行くつもりよ。長い間出張が続くし、今後もこういうことがあるかもしれない。だから花子はそう言って悲しそうに目を伏せ、言葉に詰まってしまう。俺の告白を断ろうとしているように見えたが、決定的な一言が言えずにいるようだ。そんな様子を見ていると俺は愛おしさがこみ上げてきた。それ俺もついて行かせてくれ。俺は思わずそう言った。すると花子はバッと顔を上げ、潤んだ瞳で俺を見つめた。ついてきてくれるの？ああ、もちろん。でも正直すごく大変な仕事になると思うわ。花子と一緒ならどんな仕事でもできる。部下として恋人として支えたいんだ。ああ、恋人は花子が認めてくれるならだけど。俺がそう言うと花子はくすっと笑い、俺の手を握ってくれた。あなたがいてくれると頼もしいわ。よろしくお願いね。こうして俺は彼女の補佐役として長期出張に同行することになった。公私ともにパートナーとなり、プライベートではますます親密になっていった俺たちだが、仕事の方はうまくいかないことも多く、挫折も味わった。それでも支え合い励まし合いながら前に進み、懸命に営業を続けた。そんな困難を一緒に乗り越えたからこそ強い絆を築くことができたんだと思う。約半年間出張先をあちこち飛び回る生活を続け、戻ってきた時には俺たちは立派な成果を手にしていた。販路拡大という社長としての花子の念願は叶い、売上や商品の認知度も高くなった。そしてプライベートでは出張から帰り落ち着いたタイミングで俺と花子は結婚。同僚はそれまで俺たちの関係を一切知らなかったので、恋愛関係だったことにも義子弟だったことにも仰天していた。だが一緒に長期間の出張に行き、
仕事上の相棒として認知されていたので、お似合いの夫婦だと言って祝福してもらえた。それまで一番近くで花子を支え、支えられてきた経験があったので、夫には俺が一番ふさわしいと胸を張って言えるくらいには、俺も成長していた。それからは、夫婦としても仕事仲間としても、非常に充実した毎日を送っている。子供も二人生まれ、子育てに奔走する日々はなかなか大変だ。だが、あの出張を経験したおかげで、俺たちの連携はすでに熟年夫婦の域に達している。子育てでもそれを生かし、夫婦で支え合いながらうまくやれている。これが俺たちの馴れ初めです。